えー、皆さんおはようございます。えー、休日の朝早くから本当に足を運んでいただきありがとうございます。えー、西島らが戻ってまいりました、えー。今思い出したことがあります。この衣装を着て舞台挨拶に出るにはどういう体でいたいいいのか全然わからないんですけども、<laughs> えー、西島こうがも。 帰ってきました。ただいま。いや短いですが、ゆっくり楽しんでください。せがれと孫がお世話になりました。埼 <laughs> 島大河です。ただいま。<laughs> 一言言わせていただきます。皆さんも一言で返してください。<laughs> ファイトー一発,一発 <laughs> ありがとうございました。 ありがとうございます、えー、ガルファンの皆様初めまして松田聡です、えー、めちゃくちゃ幸せな時間です、えー、これからよろしくお願いいたしますおはようございます、えー、ゴンザでございますこの親父まだ生きてたかと <laughs> そう思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、えー、ゴンザはまだまだ生き続けますのでこれからもどうぞよろしく今日は、えー、大したおもてなしもできませんがどうぞごゆっくりなさってくださいありがとうございます楽しんでいただけたでしょうか幹部長ですね、はい。今日はあの白コートプラス悪がするので <laughs>、えー 多分ゴンザンがいないとしまらないんだろうなと思ってホタルさんを、えー、急遽呼んでいただきました。はい、えー、短い時間ですけども、えー、一つよろしくお願いします。<laughs> あのー、すごくまあ数時間前までこーッとてたよう、ね、な気がまあ本当そなんですけどもあのー、なんだろうな夢のような時間で演じ、えー、しました。まだ今日もちょっとまだぼうっとしてて、えー、とにかく。 こ,こ,この人たちとこう並んで画廊をこう好きでいてくれるお客さんとこの場所に入れることがものすごく幸せなんで、えー、もう本当に感無量ですね、はい、今言っていただけたようにたくましく見えたらいいなと思いあの撮影させていただきましたあの僕自身の成長というのは多分自分が思っているよりかは全然まだまだ足りない部分というのが大きくて。 あのこれまでもそうだったんですがこれからも自分自身の,その飛躍という部分では課題がたくさん残る日々でございます <laughs> それでもやっぱり冴島ライガという人間がここまで成長してきたのはあの応援してくださっている皆さんのお力もありますしあの今こうして一緒に立っている共演者の皆さんのお力もあったと思いますそれがこの作品に 映っていて皆さんにどう映っているのかというのはすごく楽しみにしていたので、えー、皆さんからの感想をちょっと聞きたいなという部分がすごく多いですね。はい、いやマセイ君ずいぶん成長しましたよね。しました。あのー、あんまりいいこと言うと小西と渡辺さん喋りづらくなるから。失礼しました。どういう意味ですか。いやいやもうあのいいこと言えないんでねあの,あのここ一年で5センチぐらい成長したよう、ね、な気がする。<laughs> あ身長の方が。 私も、私も若い時は、あの、百九十センチぐらいあったんですけど、あの、年とともに、どんどんね、髪の毛は抜けるし、背は低くなるしね。ええー、じゃ今のうちですよ。そうですね。あと、はい、合 <laughs> わせていただきます。はい、ガロ出演ということなんですが、この出演が決まった時、どう思われました、小西さん。何年、何年ぶりなんでしょうか。何年ぶりなんだろうな。何年ぶりだ。ちょこちょこは。 仕事じゃなくて会ってるんでねあんまり撮影 <laughs> そうですね。しないしあの CR 犀島公園の撮影もあったりとか、まあまあ、月光の1年前だったりとかしてるんであと魔界造術でもあったりするんで卒業っていう言葉を僕は背負ったわけですけど、うん、卒業するなんて僕から一言も言ってなかったんですよ。うん <laughs> なのであのあれをやったそのイベントが「魔界の宴」というものがあった後にすぐに監督にまあいつ呼ばれるかわかんないから準備しとけよって言われてたんでまあようやくこ,うこの衣装をまた着ることができたなっていう喜びとですねあとはその大河とライガと3人でこう皆さんの前に立てるというのが何よりの、う。ん 喜びかなと思ってます。お客さんもねずっと見たいと思ってくれてただろうしそれを実現できるっていうのはこの画廊をずっと続けて、えー、このコンテンツをずっと続けて、えー、作ってきた人それからそれを応援してきてくれた人のねなんかこう思いがすごい宿ってる作品になったなと思いますんでとても嬉しかったですね。どうでですかかななんか俺の中ではそんなに時間が経ってなくてく、うん ずっとあのいろんなとこで舞台やったりライブやったりその出ると出待ちでいてくれる人がいるんですよ。えこの年になって出待ちでって言うと大体このファンなんですよね。でいろんなグッズを持ってて1人に多分フィギュアとか,あのか僕が持ってないような本とか持っててそれがずっとあったんであまりこう時間の流れは感じなかったんだけどもこの役をもらってえ 果たしてあのタイガーって年取っちゃいけないわけだから白髪も増えてるし肉も落ちてるかなとかって身長はね1センチぐらい縮まってるんですよ。<laughs> <laughs> ではあの入ってみたらねまああの一気に一瞬にしてこうその当時に戻るというかそして漫画ができてますからで実際に自分3人の漫画がいるんですねで、うん。僕の息子は今23歳で 彼とやったときに彼とは共演してないんだけど彼の子,供子役の劉星がね劉生、えー、っていうのたんですけど、はい、それが当時小学生かなそれと同級生だったの僕の息子が高校で同級生でうちにも遊びに来たりしてて渡辺さんのほうの息子ですよねそうそうそう今その格好で息子って言われて一瞬 <laughs>、はい、今僕年齢が合わないなみたいな感じに今なってしまって<笑><笑>でその劉星がね本当に似てたんですよだから劉星をこうあの抱くシーンがあるんですけど その思いが彼と会っても彼のぬくもりのような感じがしてだからあの抵抗はなかったけどまずまたあの感覚なのかという楽しみというかねえっとなんかこう年に1回ぐらい親戚中が集まるでしょそれが楽しみっていう感じの,あの監督を中心にしてねあ,あまた親戚が集まるんだというような感じでしたねその楽しみがありました。 まさにガロファミリーといった感じですよね本作では本当にライガー・コウガ・大河と夢の親子三大共演ということなんですがお三方改めて共演してみていかがでしたでししたょうあの撮影の前半が姫路でのロケだったんですけどもうずっと毎日のように撮影が終わっては皆さんと食事に行って。 本当に毎日が楽しい一日一日が過ぎていったのでなんかあっという間な気がしましたね僕の携帯にねあの福山雅治さんの真似してる動画とかあるから <laughs> 姫路で <laughs> 気をつけないと出すよ俺 <laughs> <laughs> やれやれって言われても高架下で夜中に歌いましたね <laughs> なんかでも始まる前ってあの本当感慨深さもあったけどそれ以上にこう集まった時の自然体っていうのがありましたよね、はい、こうやっぱりずっとこうプライベートで会ってきてるし、うん、マセイともねあの共演する前から肘、はい、とねお花見行ったりとか。 とみんなで会ってたからいざ現場入ってみるとあんなアットホームな場所あるっていうぐらい,、ね、いです。で福山歌っちゃうしそんな感じですごいいい時間を過ごせましたねとに、えー。現場ではねあの3人と一緒にお会いするっていうことはもちろんなかったんですけども今日改めてここでお会いしていやちょっと壮観ですよね。ねあの いやゴンザーとしてはもちろん一番最初にタイガ様にお仕えし、ー、てタイガ様のあと、えーえー、まだ、えー、生まれたばっかりの甲賀様をねこのお赤ちゃんの頃お風呂に入れてあげたりなんかしたことを思い出しましてね <laughs>、えー、い一緒にお風呂に入ったりなんかしますとねもう甲賀様がなんか私全部言うんですか <laughs> まあとにかく、えー、楽しいございました。 はい、いかがでしたか最初に出演が決まったときには。いや,やっぱりうわ画廊がついにこの世界が僕を求めてくれたのかと思って <laughs>、えー、いやこれね、皆さんねおあの、お笑いになりますけれども本当にあついに僕に声がかかったんだっていう気持ちっていうのはこれ俳優にとってはすごい特別なことでなんかこう、お客さんとして見てた作品に出てくれって言われるってすごく特別な感覚なんですよ。だかからすすごくやっっぱり嬉しかったですね で最初、お面をかぶってる役なんで出てもらえないんじゃないかと思うんだけどっていう監督のコメントが添えられた状態でオファーをいただいたんですよ。で僕はいや、もう1秒たりとも顔が映らなくても出させていただきたいですって言ったのに本当に大丈夫っていうのが来てでいや、本当に大丈夫ですってマネージャーに伝えてそれがまた連絡がいってでまた監督から本当に本当に大丈夫っていていや、だから出るって言ってるじゃないですかっていう <laughs> <laughs> そういうやり取りがありまして、え。ー もともと仮面をかぶったキャラクターなのでちょっとあの用意してくれた人がスタントマンとかアクションとかできる人だったんですけどもやっぱお芝居できる人にしたかったんでえま,あまさかね松尾君がやってくれると思わなかったんで僕、結構ナイトの,あのトレーディングカードとか持ってるんで結構,結構いヒーローオタクなのでもうでもす素晴らしいあのキャラクターでした、は。い 実際にこの撮影現場どんな雰囲気だったのかそして実際にアクションシーンやってみてどうだったのかそのあたりいかがでした全部言っていいんですかねまあ言っていいじゃん、うん、いやもうあのー、冒頭のルトーとの戦い一人で戦っているところもそうなんですが後半のバトルシーンとかもあのすごく細やかにあのアクションをつけてくださってやっぱり 難しいオーダーっていうのがあるんですけど横山監督はできないことは絶対におっしゃらない方であの本人が頑張ればワンステップいけるっていうちょっと一個難しいところの要求っていうのをしてくださるのであの死に物狂いで食らいついていった記憶がありますね、はい、小西さん、渡辺さんはいかかがでしょうかアクシションシーンーの撮影振り返あの横山さんはもう、手伝いのある信頼を置いているので本当に彼が言ったように。 できないことはやらせないしできることが分かってるのでその良さをうまくこう出すようなアクションを考えてくれるんでねそうなんですだから割と3人のキャラをねよく分かってやっぱり大河だと重い感じでライナーだとやっぱ表情がこう出るところでこの人は危ないとこっていうかいやいや AC チームねちょっとあのー、最近 現場に行ったら「はいこれやるよ」みたいな感じでまあまあ高いところに準備されてたりとかが多くなってるんですけどもマすごい危ないことを子がやってるっていうのはなんかその向こうにあのライガーがいたりとかするところと多分つながってるんであのそ,そういう意味では3人のアクションっていうのは効果的に取れたかなって気はすごくします。 はいありがとうございます三人がこう集まったところで興奮されたと思うんですけども現場でね多分同じような興奮僕らししながらそうなんですか敵が敵ですからねそういうのってあんまりないですよねないないない。僕も撮っててびっくりしましたからね感動してましたよね感動しましたよやって俺たちも感動してた今日モスさんがアクションあんだけやったの初めてじゃないかなと思うああ まずロケで宿泊ロケしたのもほとんど久しぶりだったんで、相当本人でほぼほぼぼやってますからね先ほどちょっと言い忘れてしまったんですが今日来られなかった京本さんから連絡を昨日いただきまして、あのまー、あ、ちゃん、舞台挨拶頑張ってと言われて、まー、あ、ちゃんって思う方もいると思うんですけど、あの実はあの京本さんと。 えっと僕自身、中山和政の実の父の三田村邦彦が以前、共演していましてその時に現場であの三田村なのでみーちゃんと呼ばれていてみーちゃんの子供だからじゃあ、まーちゃんでいいねっていう風に呼んでいただいたのであの今日ちょっと仕事で来られなかったんですがあの皆さんにもお会いしたがっていました。頑張ってまますすさんんみせはいい <laughs> えすいません、えー、今回のこの月光の旅人はですね冴島ライガという一人の魔界騎士があの自分の心の弱さにどう立ち向かっていくのかというのが深く描かれている作品になっていますのでこれまでの「ガロシリーズを応援してくださっている皆さんはもちろんなんですが今回初めてあのガロを見るという方にも十分楽しんでいただける作品になっているんじゃないかなというふうに思います。で、え、で、ー、ですのののののこここれれまでのガロの入り口としししててててて作作品品を見いいいたただだそしてこれからにに期待していただける作品になって いると思いますので、えー、引き続き皆さんと一緒にこれからのガロを盛り上げていこうと思っていますので、えー、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします本日はありがとうございましたありがとうございましたこの並びが皆さんの前であの実現できたことがすごく僕の中ではこう、えー、奇跡のような出来事で、えー、まあ、これからまたあのガロという作品あまいつも行うこと言うんですけども という作品が継続しているというのはあの応援してくれるお客さんとかファンの方がいるから継続しているというのは僕毎回あの映画の舞台挨拶は言ってきたんですけども、えー、今回もそうですただいろいろ世間的にですねあの状況とかも厳しくなってきて次の画廊に行くためにはどうしてもこの「月婚旅人をもっと皆さんとあと共有して。 認知させしっかりこうヒットしたという実績を残すべく奮闘してますんで引き続きあのまあ明日から僕マセイと大阪行ったりとかしますんで,で次の週は、えー、今日とかもあと演者の方とまた舞台挨拶とかいろんなイベントで宣伝しますんであの、まあ、今日初日2日目ということじゃなくて、えー、と興行中平日とかですね皆さんのお力を借りて え盛り上げていけ,いけたらいいなと思いますのでどうかあの力を貸してください今日はどうもありがとうございます